う一つ、これも私は本当にもう私も驚きましたし嬉しかったしということがあるんですよ。普通は演奏会終わりました、演奏者に花束を渡すんですけど、それがはい錦街角コンサートでは第1回の時から花束の代わりに、豆束、黒豆の束を差し上げているんです。と言いますのは、はい、錦といえば黒豆、川北が特に有名ですけども、ほとんどのところで黒豆を作っておりまして、本当にこれは日本一の黒豆であると私たちは思っておりますので、その最高のものを差し上げたいと喜んでいただけるんじゃないかと思ってやっております、うん、しかしこの黒豆を美味しくいただける時期というのも限られてますよね。そうなんです、うん、解禁日が決まっておりまして、はい、10月の初めの方から約2、3週間の間に限られておりますので、その時期にしかその黒豆の枝豆っていうのはできないので。なるほど、はい、シューベルテ・丹波は11月までね日程があることもありますから、そうなってしまうともう黒豆は手に入らないという。はい、そうなんです。ですから街角コンサートの日を決めるときには本当にその取れる時期にして、その日が取れるようにもう神様に祈りながらくじ引きを引いてそして取れる時期に開催ということでしているんですけども、幸いこの25年間黒豆が取れる時期に開催できておりまして、すごいすごい守られてますね何かね。はい、はあ、そうですか。出演者、思い出の出演者、あるいは思い出の演奏曲目、プログラムっていうのは何かありますか？ということで、私まだ会が浅いので最近の演奏になるんですけども、はい、2年前私が初めて中心にさせていただいた時の出演者の方なんですけども、稲本渉さん、はい、クラリネットの、はい、方のクラリネットを壊しちゃったという曲があるんですけども、本当に楽しい曲で、こちらもハラハラしながら彼がクラリネットを分解しながらだんだん小さくなるんですけども、大丈夫かなと思って見てても本当最後まで素晴らしい演奏でされて純粋に楽しかったです。そうですね、私もコンサートは行かせていただいて客席におりましたけれどもね、本当に楽しかったですね、はい、稲本渉さんね。のはですね、